クルブスポルティーボ・シエンシアーノは、ペルー・クスコに、本拠地を置く、サッカークラブ。シエンシアス・シエアスは、科学を意味するスペイン語である。メルガルト・レアル・ガルシラソと、デ・ポルティーボ・ガルシラソに対して長い間ライバル意識を持っている。1901年、クスコ大学理学部の学生らによって創設され、地域のリーグ戦やトーナメント戦などに参戦した。 1966年、クトゥトゥと呼ばれたエクトル・ラドロン・デ・ゲバラは、クラブ史上初めて、ペルー代表のキャプテンを務めた。1972年にはプリメーラ・ディビシオンが開始されたが、シエンシアーノは4年後の1976年に降格した。1988年、ペルーサッカー協会は、シエンシアーノに南部地区リーグでプレーするよう求めた。 1991年には南部地区リーグで優勝し、1992年には再びプリメーラディビシオンに参戦した。1994年には広角の危機に陥ったがトップリーグに残留を果たした。2003年のコパスダメリカーナではフレティ・テルネーロ監督に率いられて優勝を果たした。ペルー、ペルー予選ではペルー王者のスポルティング・クリスタルを破り、その後は アリアンサリマ、CD ・ウニベルシダ・カトリカ、コパリベルタ・ドーレスでの優勝経験がある、アトレッティコ・ナシオナル、コパリベルタ・ドーレスで2度の優勝経験がある、サントス FC を破って決勝に進出した。ペリューのクラブが、国際大会の決勝に進出したのは1972年の、ウニベルシタリオ・デポルテスト1997年の、スポルティング・クリスタル以来であり、史上3度目の出来事であった。 決勝では、南米屈指のビッグクラブとして知られる CA、リーベルプレートと対戦し、ブエノスアイレスで行われたファーストレグでは3から3と引き分けたが、ホームではカルロス・ルーゴのフリーキックから決勝点を挙げ、2試合合計4から3で CA、リーベルプレートを破って優勝を決めた。本拠地のエスタディオガルシラソの収容人数不足を南米サッカー連盟に指摘されたことから、 このセカンドレグは本来 FBC メルガールの本拠地として使用されているアレキーパで行われた。過去に国際大会の決勝に進出したペリューのクラブは共に準優勝に終わっており、シエンシアーノはペリューで初めて国際大会を制覇したクラブとなった。2004年のレコパスダメリカーナでは前年のコパリベルタドーレスを制して出場権を獲得した。 ボカジュニアーズをアメリカのフォートローダーデールで破って優勝した。ボカジュニアーズもやはり南米の巨人として知られるが120分を1から1で終えた後の PK 戦を4から2で制してタイトル獲得を決めた。シエンシアーノはプリメイラディビシオンで年間優勝を飾ったことがない。2001年にはシーズン優勝を果たしたが年間王者を決める優勝決定戦では PK 戦の末に、アリアンサリマに敗れている。2006年も同様であり、再び優勝決定戦で、アリアンサリマに敗れた。2006年から2008年には、毎年コパリベルタドーレスに出場しているが、いずれもセカンドラウンドで敗退した。エスタディオ・ガルシラソ・シエムシアーノは、クスコにあるエスタディオ・ガルシラソ・デ・ラベガを、ホームスタジアムとして使用している。 エスタディオガルシラソは1950年に落成したが、この時は2万2000人収容であり、陸上トラックを有していた。2000年代には、南米カップ戦で好成績を収めるとともに、コパアメリカ2004のペルー開催が決定したため、2004年には、陸上トラックが撤廃され、収容人数4万2000人に拡張された。リーグ戦の通算成績である。2008年までは、 アペルトゥーラとクラウスーラのステージ優勝クラブが優勝決定戦を行って年間優勝クラブを決定していたため必ずしも通算成績で最上位のクラブが優勝となったわけではない2009年と2010年は全クラブが参加するリーグ戦であるファーストステージを行った後均等になるようにリギージャ A とリギージャ B に分け再びリーグ戦を行い 両リーグの最上位クラブが優勝決定戦を行った。2011年以降は全クラブが参加するリーグ戦のみで年間優勝クラブを決定している。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。